ですわ。10年前私ちょっと、ね、仕事一旦辞めてね、職業訓練学校行っとったんですよ。でそのところね、あの いろんな店結構しとったからね、でそこのあの学校の人たちと飲みに行くときに僕に必ず聞いてくる、どこがいいとか、あんたそんなに知ってるんやったらちょっとブログとかそういうのやったらいい、本とか作ったらいいんだよ。それからブログ始めたんですよ。ほんまに最初はもうすごい誰も来ないようなブログやったんですけど、それですわ、きっかけは、はい。情報はね、あのね、こうやって飲みに行った先でいろんな人に知り合って教えてもらったりとか、あとはね、あの適当に街で降りて、どこでも適当な駅で降りて自分の嗅覚で探す場合もあるし、あとはね、ネット、食べログとか参考にする時もあります、はい、そんな感じですね。好きな食べ物はだし巻きです、はい。トラブルはね、意外とない、あでもね、ないこともないか、トラブルっていうほどトラブルでもないねんけどね、あの酔っ払いに絡まれるっていうのはありますね。そういうことですよ、トラブルでもね。子供の頃ね、電車の運転手したかったです。電車が好きなんですよ、電車が、はい。仕事辞めます。辞めます。はい。辞めて何します。辞めてね、ユーチューバー専属になります。あ、はい、失敗したことはね、あの若い時にね、一升瓶飲まされまして、日本酒をね、その時お酒慣れてなかった。あのね、それでちょっとトイレ行ってくる前でトイレで倒れ込んで、そのまま1日ね、2日寝込みました。あれから日本酒は飲めないようになりました、ほとんど。日本酒。トラウマです。あれは、あれじゃなかったの？日本酒は、体にっていう、体に悪い。でもそれもあるけども、たまたまそれもあるんですけども、昔そういうことやったんですよ。鬼殺しという酒を飲んで、それ知らへんからね、若い時は。飲まされて、鬼殺しでノックダウンになって、トラウマで日本酒は飲めなくなってます。でも飲めますけど、僕は。京阪沿線でおすすめ。これ難しい話ですね。あっちこっちありますからね、僕京阪沿線。これ結構僕最近の好みは小売園ですね。小売園のね、サブロクさんです。サブロクさん、はい。あの平方通信さんも多分ね、そこに出てますよ。サブロク、行ってみないか。サブロク、はい。面白いね、行ってみます。国外で飲みに行きたい国ですか、どこやろうな。国外だったら、うん、あんまり考えたことないですけどね、まあ台湾とか行ってみたいですね。台湾の屋台をちょっと楽しみみたい。台湾屋台。あ、食べ物ですか。すき焼きですね。すき焼きを食べたいです。台湾バルさん、ありがとうございました。ありがとうございます。どうぞフーディーチャンネル。